ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイドマップ、リスクマップなどの名称で作成されている場合もある。ハザードマップは、土地の生員あるいは地形や地盤の特徴をもとに、被害想定区域、避難経路や避難場所、防災関係施設の位置などの防災地理情報が、地図上に、 図示されている。被害予想地図を利用することにより、災害発生時に住民などは迅速、的確に避難を行うことができ、また二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減にあたり非常に有効である。しかしながら、既存のハザードマップの作成に用いられた地形や、土地条件などの基礎情報のみでは災害に対する予想外の事態への対策が難しい。 そのため日本ではハザードマップで指定された避難場所が自然災害に遭う事例が存在する。そんな想定外のことが起こらないように新たなハザードマップの作成や従来のハザードマップの大幅な見直しが必要となる。日本では1990年代より防災面でのソフト対策として作成が進められているが自然災害相手だけに発生地点や 発生規模などの特定にまで及ばないものも多く、また予測を超える災害発生の際には必ずしも対応できない可能性もある。掲載情報の取捨選択、見やすさ、情報が硬直化する危険性などの問題も合わせて試行錯誤が続いている。2000年のうっさん噴火の際にハザードマップに従い住民、観光客や行政が避難した結果、 人的被害が防がれたことで注目された。また、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際、100年に一度の大災害に耐えられるとされていた構造物ですら災害を防ぐことができなかった結果を受け、国や地方自治体は構造物で被害を防ぐよりも人命を最優先に確保する避難対策としてハザードマップに注目している。 そして新たなハザードマップの作成、並びに従来のハザードマップを大幅に見直し、ハザードマップの策定過程に地域住民を参画させることで、地域特性の反映や住民への周知、利活用の促進、さらには地域の防災力の向上を見込んでいる。このほか、特定の災害を対象とせず、避難経路や避難場所、防災機関等の情報を表した地図を、 防災マップと呼ぶことがある。ウッサン火山防災マップ2000年3月にウッサンの噴火が発生した。この噴火では3月29日に気象庁より緊急火山情報が発表され、これを受けた自治体は危険地区の住民に対し避難指示を発令した。この噴火ではコンピラ山の河口群から熱泥流が流出し温泉街を埋めるなど甚大な被害が発生した。 しかしながら、一人の死傷者も出ていない。これは、第一に、日本で初めて事前予知に成功したこと、第二に、ウッサン火山防災マップが作成、公表されており、第三に、各自治体がこの防災マップに基づいて避難指示を出し、第四に、住民の迅速な行動があったためと言われている。なおこの噴火では、最大で千八百十五名が避難勧告。 指示の対象となった。2002年3月、薄火山防災会議協議会、阿武田町、総別町と豊浦町、東山村の合市町村により、平成7年度版の薄山火山防災マップを新しく改定した。これは2000年の噴火により、河口の地形変動があったなどのため、火砕流到達範囲などの危険区域が変わったことなどによる。この地図は、 ご市町村のほとんどの世帯に配布された。富士山火山防災マップ富士山火山防災マップ、本州の真ん中にある富士山が噴火した場合社会に与える影響が大きい。そこで国の防災機関や地方自治体を中心に学識経験者などが集まって富士山ハザードマップ検討委員会を設立し万が一の際の被害状況を想定して避難、誘導の指針とした。 この富士山火山防災マップでは過去の富士山の噴火を参考にしながら様々な火山災害を予想している。その中で火山灰被害の例として放映噴火や上岸噴火の被害実績が詳細に検討されている。ハザードマップについては中間報告と検討報告書の2回調査結果をまとめた報告書が出されており、 内閣府の防災部門のホームページで公開されている。日本経済新聞の調査により、豪雨災害において見直す必要がある洪水のハザードマップについて、全国主要地区の約4割で改定が終わっていない。激甚化する水害に対して迅速な避難につながるように、ハザードマップの改善が求められている。アメリカ合衆国では、 アメリカ合衆国連邦危機管理庁の主導により、地図に100年に一度の確率での浸水域と500年に一度の確率での浸水域を合わせて表示した想定浸水域図の整備が行われている。欧州連合欧州連合では加盟国に洪水ハザードマップ等の作成などを求める洪水リスクの評価、管理に関する指令を2007年10月に交付した。 これにより加盟国は2015年までに複数の発生確率に対応したハザードマップの作成が義務付けられた。オランダオランダでは10から100年に1度の発生確率の内水氾濫を対象としたハザードマップが作成された。イギリスイギリスでは100年に1度の発生確率の浸水想定区域図と1000年に1度の発生確率の浸水想定区域図が作成されており、 これらの浸水想定区域図は、インターネット上で公表されている。平井幸弘、ハザードマップの実践的活用のために、基礎情報としての地形分類図参照の演技と、課題ハザードマップの実践的活用のために2021年度日本地理学会春季学術大会、2021年3月26日03、28、村山義行小田隆史、 大川小津ズ派、訴訟判決の意義大川小津ズ派、訴訟判決の意義2021年度日本地理、学会春季学術大会2021年3月26日03、28。ありがとうございます。